曲げわっぱ使用例大館曲げわっぱは、秋田県大館市の工芸品で、財団法人伝統的工芸品産業、新興期、江戸時代から伝わる伝統工芸品で1979年に設立された大館曲げわっぱ共同組合に加盟する各社で、それぞれ制作販売されている。天然秋田杉の香りの良さや、美しい木目と色合いが食べ物をより一層美味しく、させ、 高級感があるという利点があるが、原材料が木材のため、湿気や熱湯に弱く、割れやすい、痛みやすいなどの欠点もある。主におひつや、弁当箱、わっぱ飯などに使用される。秋田温度の菓子の中で、秋田の名物として、大立曲げわっぱが歌われるなど、秋田県を代表する特産品の一つで、秋田県伝統的工芸品に指定されている。なお、従来は、 天然飽きた杉の薄板を曲げて作られる、円筒形の和げ物だけだったが、昭和時代後半から、コーヒーカップやビールジョッキ、コップ、照明器具など、曲げわっぱの技術を使って様々な器などを製作するようになり、曲げわっぱのイメージを刷新するようなところが評価され、木工作品コンテストで林野町長官賞を受賞した。また、同じ大館市の名物、大館駅駅弁。 花膳の鳥飯の器でも採用されたことがある。江戸時代に大立城代、佐竹孝が、領内の豊富な天然秋田杉に目をつけ、武士の内職等に作ることを推奨したことから、始まったと言われる。大立曲げわっぱ共同組合は、大立市で曲げわっぱを製作する企業の組合である。共同で、後継者の育成や原材料の共同購入、販売促進、 曲げわっぱ体験工房などを運営している。体験工房、編集大立曲げわっぱ体験工房を、大立市大町に開設し、大立曲げわっぱを展示するとともに、手作りの体験教室を実施している。展示場、編集2015年5月時点で7社が加盟する。AAB 大立曲げわっぱ、林野町長官賞を受賞大立曲げわっぱ、共同組合花善の歩み。 徳久都市、グッドデザインアワードハット、大館曲げわっぱが、2011年度グッドデザイン賞、受賞。徳久都市、グッドデザインアワードハット、大館市内4社が受賞グッドデザイン賞曲、ま、げわっぱ4点と、おけたる2点。北自下新聞、PQ、東組合について、大館曲げわっぱ共同組合、2015年8月17日閲覧。組合メンバー変更のお知らせ。 大竹曲げわっぱ共同組合2015年8月17日閲覧公式ホームページより大竹曲げわっぱ共同組合に関するカテゴリーありがとうございます。